んにちは、菅野めぐみです。今日は私が在宅ワーク中気分を上げる5つの方法をご紹介したいと思います。私はシンガーソングライターとして歌の活動と YouTube の活動2種類行っております。歌の活動の場合はライブやリハーサル以外ほとんど家でする作業が多く、 YouTube に至っては撮影も編集もほとんど家で過ごしてしまいます。最近リモートワークや在宅勤務、テレワークになった方も多いと思いますので、私なりのおすすめの気分を上げる方法をご紹介していきたいと思います。紹介スタート。まずは1つ目、食べ物飲み物にこだわってみる。もう美味しいものに目がない私ですが、普段忙しくてできなかった少し手の込んだ料理を作ってみるとか、旬な食材は栄養価がたっぷり詰まってると言われてますので、そういった食材を買って料理してみるとか、そんな風にして最近健康にも意識しながらご飯を食べています。そしてブラックコーヒーが大好きな私なんですけれども、多い時はもう1日 3,4 杯飲んでしまうほどでした。でも最近は夜はカフェインを取ってしまうと良質な睡眠が取れないと言われているので、ハーブティーを飲むように心がけています。最近こだわっているハーブティーをここでご紹介したいと思います。ドン、こちらの3つのハーブティーをご紹介したいと思います。ここのハーブティーのメーカーさんはいろんなお味を出しているんですけれども、本当にどれも美味しくって、特に最近ハマっているのはこの真ん中のベンガルスパイスというハーブティーです。このハーブティーは中にシナモン、チコリ、生姜、クローブ、胡椒、ナツメグなど入っているんですけれども、どちらかというと結構スパイシーなお味がするんですけれども、甘みもあって大変飲みやすいです。ハーブやスパイスっていうものはとても体にいいと言われているので、こういったものを飲んでリフレッシュしたりリラックスして眠りにつくようにしています。こちらはスリーピータイムのラベンダー味。スリーピータイムの通常バージョンも大好きなんですけれども、リラックス効果のあるラベンダーをミックスしたハーブティーになっています。カモミールが基本になっているのですごく飲みやすいです。そしてこちらはいろんなお味が入ったフルーツ5種類のハーブティーのセットです。いろんなお味が入っているので、その時々で気分に合わせて飲める楽しみがあります。2つ目、湯船に浸かる。もう基本中の基本なんですけれども、私は普段シャワーで済ませてしまうことがとても多かったんです。でも最近湯船にしっかり浸かるようにしてからぐっすり眠れるようになりましたし、朝その分起きて気持ちいいんですよね。そして体のむくみも減ったような気がしています。入浴中は入浴剤を入れて香りを楽しんだり、あとは普段パソコンを使っている機会が多いので、パソコンから離れてぼーっとする時間を作ったり、あとはスマホを持ち込んで好きな動画をとことん見たり、そうすることで一日の疲れを取るようにしています。3つ目、香りを楽しむ。いい香りがするだけでなんだか今日は集中できるっていう時ありませんか？私は作業しながらいつもその時の気分に合わせた香りを漂わせるようにしています。今使っているものをご紹介したいと思います。私はこの無印良品のディフューザーポットに無印のアロマオイルを入れているんですけれども、今あるのは5種類で、シダーウッドとかヒノキとか、あとはローズの香りとか、あとベルガモットとかユズとか、こういろいろ配合されたものや単体のものなどいろいろ使っております。ちょっとリッチな気分にしたいときはローズの香りにしてみたり、あとは集中したいなっていうときはミントの香りとか、あとは普段結構人と話しすぎて疲れたな、一人の世界に浸りたいっていうときはシダーウッドにしてみたりとか、その気分に合わせて香りを楽しみながら仕事に集中したりしていることがあります。なので本当に香りで人の意識って変わると思うので、普段意識されてない方はぜひね、この機会に意識して楽しんでみてください。4つ目、日光浴をする。最近なかなか簡単に外に出られない状況が続いていますが、日の光を浴びることですごくリフレッシュができると思っています。どうしても家での作業が続いていると気がめいってしまう時もあると思います。でも日の光を浴びることでリセットされて、また頑張るぞと前向きな気持ちがやってくると思うんですよね。例えばベランダにちょっと出てみたり、マンションに屋上がある方は屋上に登ってみたり、あとは窓からの光を浴びてみたり、作業机をその近くにしてみたりとか、そういった些細なことで気持ちは変化していくと思います。何より日の光を直接浴びることでビタミン D という栄養素が生成されます。ビタミン D というのは
カルシウムの吸収を促進し、骨の生成をサポートするという働きがあります。例えば椎茸などのキノコ類だったり、鮭、イワシ、サバなどの魚、あとはレバーやチーズなどにも入っている栄養素なんです。1日5分でもいいので、そういった時間を作ることで頑張るぞと前向きな気持ちが出てくるんじゃないかなと思います。5つ目、運動をする。どうしても家の中にこもって作業ばかりしていると体がなまってしまうんです。私の場合は作曲もしているので、いいフレーズが思い浮かばないなっていう時に軽い運動をしたりするといいものが思い浮かんだりする時もあるんです。なので定期的に運動はするようにしたいなと思っていて、じゃーん、ヨガマット買っちゃいました。あのね、もうずっとヨガマット欲しかったんですよ。ヨガマットがあればきっと私もやる気になって継続できるだろうと信じましてこの動画の中で開封していきたいと思います。本当にさっき届いたばっかりなんです。まずは形から入る私あ、こういう、あ、バンドがついてますね。こうやってくるくるして、あ、じゃん、わわわわわわわ。お色はグレーを選んでみました。ニョキニョキ、またナイロンが入ってる。おおおお、端っこがどこだ端っこを探して、あ、だだだだだ、わー、すごーい、こんなです。分厚い。あのヨガマットって厚さいろんなの売ってるんですけど、薄いのでやった時に結構痛かったので、今回厚さのある8ミリを選んでみました。わ、しかも結構ツルツルで、え、これはやりやすそう。結構ね、使ってるうちに毛羽立って剥がれちゃうっていうマット多いと思うんですけど、これは良さそうです。180センチ縦で幅が61センチだったかな。結構軽いです。これ持ち運びもできる。8ミリだから重いかなと思ったけど、そんなことなさそう。これはアマゾンで1500円ぐらいでした。うわー、すごーい広い。これで体幹トレーニングをしたり、寝る前のストレッチなんかもしていきたいなと思っています。以上、私が在宅ワーク中に気分を上げる5つの方法をご紹介してきましたが、気になるものどれかありましたでしょうか。皆さんに楽しんでもらいたいなと思いながら活動しておりますので、自分自身が楽しみながら発信していきたいなと思って編み出した方法です。もちろんこれからまた新しいものも見つけていくかもしれませんので、その時はまたご報告していきたいと思います。ぜひ皆さんも在宅ワーク中気分を盛り上げる方法あったら、ぜひコメント欄にお寄せください。私も楽しみに拝見したいと思います。今日も動画にお付き合いくださってありがとうございました。高評価ボタン、そしてチャンネル登録どうぞよろしくお願いします。またお会いしましょう。菅野めぐみでした。またね。